夢は案外長かったが奇跡はすぐ割り払ったらただいま全国ストリートツアー2日目ということでね、これからどんどんいろんなところへ回ります。今日はこんな立派なスピーカーと照明、いい環境で演出されているので1時間みんなで楽しめたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。リクエストコーナー in 岐阜。岐阜では何の曲が来るのでしょうか。今日初めて見に来たという方にリクエストを聞いてもらおうかなと思うので手を挙げてください。これやってほしい。お、早いね。じゃあドラムやってるって言ってた女の子に聞いてみたいと思います。おー、いいね。ミセスグリーンアップル、インフェルノリクエストいただきました。ドラムやってるんだよね。どれぐらいやってるの？4年？すごい、叩けるんじゃない？え、聞きたい。私さ、やるからやる？ね、突然だけど突然の無茶ぶりだね。インフェルノもやってた？おー、インフェルノやったことあるというドラマーの女の子からリクエストをいただきました。リクエストありがとう。夢は案外長かったが奇跡はすぐ割り払ったらついてもなくしてくんだ。ここはこうだろうな。だが傷は手がひりつきただ南の川だ光の方へ手をからいこうかな。初めてじゃない方でもいいですよ。リクエストありますか？お、目の前でずっとノリノリで聴いてくれました。会ったことあるよね。また来てくれて、リクエストどうぞ。お、米津さんのキックバック、ねえ、ドラムやってるんだよね。最近はどうかな、やってる？イエーイ、行ってみましょう。米津さんキックバック。ドラマいっぱいいて、これからめっちゃ楽しみ。頑張ってね、これからも。ありがとうございました。あと1回私とやったら決まるかな。最初はグー、じゃんけんぽい。あら、みんな負けちゃって、もう1回ですか。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。